こんにちは、歌です。本日は、消防設備士4類の、問題を解いていっていただきたいと思います。で今回はですね、いきなり問題始めます。解説動画はですね、概要欄に貼っておきますので、問題を見てもちょっとわからないなという方は、解説動画を見てから、この動画をチェックしてみてください。では早速問題に入っていきます。では問題に入っていきたいと思います。受信機の設置について誤っている説明はということで、1番、受信機は防災センターに設ける。2番、椅子に座って操作する場合は 0.6 から 1.5 メートルの位置に設置する。3番、 P 型1級受信機は同じ防火対象物に複数の設置をしても良い。4番、受信機の設置工事を行うには乙種消防設備士4類の資格が必要ということで、では1から見ていきたいと思います。防災センターを設ける、これは正しいですね。はい。で2番ですね、椅子に座って操作する場合は 0.6 から 1.5 の位置に設置するということなんですけれども、これも正解です。椅子に座って操作をしない場合は 0.8 じゃなきゃいけないんですから、ここはしっかり間違えないようにしてください。で3番の P 型1級の受信機は同じ防火対象物に複数設置しても良いということなんですけども、これも正解です。で P 型1級はですね、複数設置してもいいんですけども、 P 型2級とか P 型3級はですね、2個までというふうに規定がされておりますので、ここも念のため覚えておくようにしてください。で4番ですね、受信機の設置工事を行うのは乙種消防設備士ということなんですけれども、乙種の消防設備士ができることはですね、整備と点検のみなんですね。なので工事はやっちゃいけないんです。工事をやってしまうと消防法令違反で減点になってしまいます。なのでこの4番間違いですね。もし工事をするのであれば公種4類ですね、公種4類の消防設備の資格が必要となります。では次の問題2問目です。はい。受信機の規格についてということで、 P 型2級の受信機は警戒区域数は5回線以下、2番、P 型2級の受信機は350平米以下の防火対象物にしか設置ができない。3番、 P 型3級の受信機は150平米以下の防火対象物にしか設置ができない。4番、 P 型2級の受信機は通話装置を設ける義務はないということで、ここを見ていきましょう。で、まあ、1番、 P 型2級は5回線以下ということで、これ丸ですね。はい。 P 型2級は5回線以下というふうに覚えておきましょう。でこの回線何かというと、あの地区表示灯の数ですね。例えばあの1階とか2階とか3階とか書いてある、受信機に書いてあるあの位置があるじゃないですか。あれの窓ですね。はい。あれは5個までということになっております。2番の、P 型2級の受信機は300平米以下の防火対象物にしか設置ができないということなんですけれども、これが誤りとなります。でこの規定はですね、 P 型2級の1回線もしくは PG 型の2級の1回線の、受信機の規定となります。その1回線のものはですね、350平米以下という、この面積の制限があるんですけれども、 P 型2級、つまり1回線から5回線まで使える受信機については350平米というこの面積の規定はございませんので、2番が間違いとなります。続いて3番、 P 型3級の受信機は150平米以下ということなんですけども、これも正解となっております。続いて4番ですね。はい。P 型2級の受信機には通話装置を設ける義務はないということなんですけれども、これも正解です。義務はございません。通話装置を設けるのはですね、 R 型と P1 級ですね、 P 型1級ですね。はい。こちらの受信機には通話装置を設ける必要があるんですけれども、そもそも5回線しかない P 型2級には通話装置は設けなくてもいいということで、省略が認められています。発信機の規格について誤っているものはということで、1から4番ですね。発信機までの水平距離50メートル以下。2番、発信機の高さ 0.8 から 1.5 メートル。3番、屋内消火栓設備用の表示灯と兼用できる。4番、発信機の移設は公種4類の消防設備士の資格が必要ということで、この4択です。はい。で1番から見ていきましょう。発信機の水平距離50メートルなんですけども、これが間違いです。はい。ここはですね、試験に出ますね。これ出ると思うので覚えておいてください。あの発信機はですね、自分で押しに行きますよね。なので人が動いて押しに行くので、歩行距離で見なきゃいけないんですね。なぜなら人が動いているから。なのでこれ歩行距離50メートル以下ということが正しい説明となります。で2、3、4番は正解ですね。はい。では次の問題です。音響について誤っている説明はということで、1、蓄音響装置は90デシベル以上。2番、 P2 の主音響は85デシベル。3番、 P3 は85デシベル。4番、蓄音響及び主音響の音響を測るときは 1m 離れた位置で測定するという問題です。これも1番から見ていきましょう。蓄音響90、これ合ってますね。はい。蓄音響装置は 90dB。 ちなみにここの問題にはないんですけれども、音声装置ですね、音声によるものにあたっては 92dB 以上ということになっております。で2番、 P 型2級主音響 85dB。
これも合っています。まあ、P 型1級の主音級も85なんですけれども、この3番の P 型3級については70デシベルですね。なので誤っているのは3番となります。で4番1メーター離れた位置で測定するというのはこれ正解ですね。まあ、これはですね、実は7類の漏電火災警報器も1メーター離れた位置で70デシベルという数字があります。これは補足ですね。はい、次の問題入っていきます。蓄音響装置について正しい説明は、一つの蓄音響装置までの距離はメートル以下となっているということなんですけれども、蓄音響装置についてはですね、この音ですね、ヒントは音。はい、音ということで歩行距離じゃなくて、水平距離ですね。音は歩かないですよね。でも音は貫通しますよね。なので水平距離というふうに覚えておくようにしてください。なのでまず3番か4番になるんですけれども、まあ、距離ですね。まあ音なんで 50m も離れてしまったら音が聞こえなくなってしまいますよね。なので 25m です。はい、なので答えは、3番の水平距離 25m 以下となるように設けるというのが正しい説明となっております。はい、お疲れ様でした。今日もたくさん数字が出てしまったんですけれども、まあ一般的な知識というか、まあ常識的に考えながらこの数字を見ていくと割と頭に入ってくる問題が多いですよね。まあ水平距離もそうだし歩行距離もそうだし、実際に自分が使っている姿を想像しながらこの動画を見て勉強していただくとですね、まあ、この数字もただの数字ではなくてですね、まあ、現実的にそうだよねっていう納得感のある数字として頭に入ってくるので、まあ、1回の動画で覚えることができるんではないでしょうか。一応皆さんの持っている参考書でも問題集を解いてしっかり知識として固めていっていただければと思います。本日の動画は以上となります。それでは。